子供たちは全員寝たみたい。あの、兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。ハルカ、リキアのことも頼んだ。え？あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れていくわけにはいかない。おじさん。